美しい歌声ですね。有翼人の女性を見るのは初めてです。もちろんその歌声を聞くのも初めてですよ。有翼人の娘が人前に姿を現すことはゼノビアでも滅多にないぜ。もっとも一人だけ知り合いがいるけどな。へえ、ギルダスさん顔が広いんですね。さすがゼノビアの騎士。おだてても何にも出ないぜ。まあ知り合いってもカノープスの旦那の妹なんだけどな。え、カノープスさんに妹さんがいるんですか？全然知らなかった。俺も一度しか会ったことはないんだが、そりゃあ美人でキュートな子でな。彼女も歌が上手くてさ、ゼノビアでも評判の歌い手なんだよ。その歌声を聞くと、やさぐれた男どもはみんな飼いならされた猫みたいになっちまうんだ。ガサツで乱暴な兄貴とはえらい違いだぜ。ああ、俺の悪口を言っているのは誰だ？このヒゲモジャマッチョ野郎め。聞きましたよ。カノープスさんには素敵な妹さんがいるって話じゃないですか。あちらの歌姫のような。ありゃ、ユーリアじゃねえか。なんでこんなところに。で、おい、ユーリア。ユーリア、お前一体どうしたんだ。なんだおめえ、彼女の歌に文句があるってのか。どけよこのトカゲ野郎。なんだとこの鳥野郎。俺を鳥と呼びやがったな。まあまあ落ち着きなって。で、何してる。ちょっとカノープスさん、ギルダスさん。あのガキも仲間だ。え、歌どころではないわね。おい待て、ユリア。おい、こんなことになったんだ。いや、そんなの考えても仕方ない。今はこの場を何とかしないと。
まねえ、妙なことになっちまって。どうにかしねえとな。おお、旦那の口からそんな言葉が聞けるとは思わなかった。じゃあ早いとこなんとかしてくれよ。巻き込まれたこっちはいい迷惑だぜ。てめえギルダス、何勝手なこと言ってやがる。騒ぎをでかくしたのはてめえだろ。いきなり殴られて黙ってられっかよ。だからてめえはいつまで経っても三流騎士なんだよ。すぐ頭に血が昇り上がって。その言葉そっくりそのまま返してやる。だから取り野郎って言われんだよ。やめてくださいよ。二人が喧嘩始めてどうするんです。とにかく相手が多すぎます。ここは逃げた方がいいかもしれません。早く逃げよう。少し無責任な気もするけど仕方ない。カノープスさん、ギルダスさん、逃げましょう。多勢に無勢だ。とりあえず一旦ここは引こうぜ兄貴。いつからお前は俺の弟になったんだっつうの。そんなの後にしてください。ユーリアさんを追おう。ここで命を落とした海賊たちか。ところで足止め食ってる場合じゃねえってのに。だいたいユーリアのやつどうしてバレリア島にいるんだ。ギルバルドの帰りを待ってるもんだとばかり思ってたが、たくあのハメっ返りが面倒かけやがって。
洞窟へ向かうぞ。ユーリアさんはその中だ。ここはあなたたちの来る場所ではないわ。お前は誰だ？ユーリアじゃないな。ユーリアの体を乗っ取っているお前は一体誰なんだ？私の名はジレーヌ。あなたには私の歌が聞かないのかしら。きっとこの体が私の命令に逆らっているのね。待て！カノプスさん、まずは亡霊たちを何とかしましょう。
待ってろ、ユーリア。俺が必ず助けてやるからな。私の歌が聞かないのなら仕方ない。漆黒の暗渠より悪鬼を招かん。いでよ、サモンダークネス。魔女ジレーヌよ、ユーリアさんの体を返してもらおうか。この体は永遠に私のもの。誰にも渡さない。
おい、魔女、ユーリアをどこへ隠しやがった？あの娘ならここに、私と共にいるわ。私たちとても相性がいいのよ。こんなに馴染む体は初めて。歌も申し分なく歌うことができるわ。当然だ。ユーリアはゼノビア一の歌い手だからな。てめえの入れ物にするには高級品すぎるんだよ。それとあいつの歌は心を慰め癒してくれるんだ。それを死を誘う歌なんか歌わせやがって。さっさとユーリアを放しやがれ、このタコ。ユーリアさんは無事なのか？まさか、もう彼女は。安心しなさいな、坊や。あの娘は生きているわ。私の中で、娘が死んでしまったら、娘の体も朽ちてしまうでしょう。それでは私も困るの。だから、大切に扱っているわよ。それが本当なら、ひとまずは安心だな。あとはジレーヌを倒して、ユーリアさんを助け出せれば。
よかった。呪いが解けたんだな。呪い？あ、そうだ。ジレーヌが。もう大丈夫だ。お前を乗っ取ってた魔物は俺たちが倒した。倒した？ジレーヌは死んだの？どうした？どこか痛むのか？ジレーヌは私を助けてくれたの。
どういう意味だ？分かるように説明してくれ。兄さんを追ってここへ来る途中、沖合で海賊に襲われたの。私は海賊に捕まり、連中の慰み者にされそうになった。そこに彼女が現れて、海賊たちを退治してくれたんだ。私の命の恩人なんだよ。そうかもしれないが、あいつはお前を乗っ取ってたんだぞ。分かってる。彼女は人の命を食べなくちゃ生きていけないから、人間世界でその存在は絶対許されないって。でも私一人くらいジレーヌの死を悲しんでもいいでしょ。ユリア。